どうも、アクです。今回は、リクエスト、ソフト紹介の動画にね、リクエストをくれた人がいて、内容は、ワールドとは買おうか悩んでるので、その実況をやってほしいということで、今回、ワールドとはの、チームデスマッチ、マルチプレイですね、をやっていこうと思います。で、まあ、スナイパーが最初の、デフォルトにあったので、まあ、その、クラスを使って、まあ、今回実況をやっていきたいと思います。で、まあ、このワールドとはについてなんですが、日本での発売は、行われていなくて、まあ、理由として多分なんか、日本軍が出てきて、まあ、そういうゲームなので、まあ、できないなということで、多分、発売はされてないと思うんですけど、Amazon とか、ネットショップではね、普通に買えます。なので、俺も興味があったのでね、買ってみました。まあ、ですが、マルチプレイは、この街では、まあ、おそらく、チートを使ってるなっていう人は多分いないと思うんですけど、本当、チートをね、使ってる人はね、結構多いです、このゲーム。このシリーズ。はい。で、スナイパーは、なんだろう。どんな感じかな。でも結構、当たり判定は結構広いんじゃないですかね、スナイパー、このスナイパーは。この銃は。多分、結構当たるんですよ。はい、今ちょっと足に当たっちゃって死ななかったんですけど。敵もね、まあ、チート使ってない人以外はね、そこまで、強くないというか、まあ、結構楽しく遊べるぐらいの敵のレベルじゃないですかね。結構すんなり行く時もあれば、まあ、強い人がいる時もありますけど。基本ね、結構、なんだ、ポンポン倒せるときが多いですね。で、なんか若干このギリースーツはあんまかっこよくないという。なんだろう、藁を使ってんのかな。で、なかなかスナイパーライフルも結構使えますね、このゲーム。ストーリーモードもあったんですけど、全然進んでなかったので、まあ、とりあえずマルチプレイやろうかなってことで、今回のリクエストに答えとして、まあ、マルチプレイの、実況をやってみました。なんか結構ね、ちょっと今外してますけど、なんとなく、あれですね、キルできてますね、ちゃっかり。草むらに隠れてるけど、なんか、わかるんですよ。結構ね、ここまでキルできるとなんか、楽しいですね。楽しい楽しい。まあ敵にちょっと申し訳ないっていうのはあるんだけど。まあ、買おうか悩んでるんだったら、なんて言うんだろう。特にね、この本編とか、そういう系のは、英語が全くダメとか、別に、英語何喋ってるかわかんないっていう人でも、できるようなゲームだと思います。なんとなくね、やってると、次何すればいいのかなっていうのは、大体わかるので、はい。まあ、なのでね、そういうところに悩んでる人ならば、まあ別に買ってもいいんじゃないかっていう、コールオブデューティーの作品だと思います。でね、このマップ初見なんですよ。このマップね、一回もやったことなくて、わけわかんないですけど、多分みんなも一緒なのかな。全然、立ち回りがわかんなくて。
とりあえず視界に入った敵とかレーダーに映った敵のところに行って倒すとかね、そういうことしかできなくて、結構ねマップあるっぽいですね。ワールラットワーも、俺もまだね結構買っても3、4ヶ月経つんですけど、まあ全部のマッププレイしてはないですね。なんて言うんだろう、よく使うマップと使わないマップがなんか分かれてて、このマップは全然使ったことないですね。何度かやったことあるんですけど、このマップはね初めてですね今回。お、ラッキーです。ダブルキル、あ、これは敵のか味方のか、襲ってこないってことは多分味方のなんでしょう。で、ワールラットワーのマルチプレイの特徴としてね、戦車が使えるマップがあるんですよ。このマップも、そうなんですけど、戦車がね、操縦できて、まあ、今回ちょっと操縦しないんですけど、機銃のとこと、なんていうんだ、手砲かな？バズーカの部分を操作できるので、特に機銃がね、かなり強かったです。俺、この前生放送で、一回使ったんですけど、かなり、何連キルだろう。7連キルぐらいまで行けましたね。その上についてる銃座だけで。で、もうすぐ終わりますね、試合が。おっと。で、まあ、リクエストということなんでね。まあ、他にこのゲームやってほしいとか、このゲームのこれを実況してほしいっていうのがあれば、お願いします。はい。はい、じゃあ、この辺で失礼します。ワールドアトワーの購入に関しての参考になれば、嬉しいです。じゃあ、さよなら。